皆さん、こんにちは。今日はね、いつもいじってるこのハイエースワゴンなんですけども、こんな風にね、助手席とこのカバーを外しております。で、これからね、インテークマニホールドね、これね、きっとね、20万キロ以上走ったから、カーボンで相当汚れてるはずなんですね。これをね、外して、クリーニングしてみたいと思います。で、インテークマニホールド、これが詰まるとね、まあ少なからずパワーダウンをしまして、で、今までね、乗った車でインテークマニホールが詰まってですね、パワーダウンをして、まあそれがね、なかなか体感できなかったんですけども、まあ清掃したらね、体感できるほどパワーアップしたということが、そういう経験があるんですよね。なので、20万キロ走ったディーゼルエンジン、1KZ エンジンなんですけどもね、初めてね、インテークマニホールド外して、中を掃除してみます。で、この動画を撮る前にね、とあるところで全開加速をしてタイムを測ってあります。で、インテークマニホールドをきれいにする前と、きれいにした後で、まあ差が出るものなのかどうかちょっと試してみたいと思います。これがね、今回の動画になります。で、ハイエースワゴンの場合は、エンジンがね、助手席の蓋の下にあるので、これをね、きれいさっぱり取ってしまいました。で、このね、後方にあるハッチ、これもね、カーペットをめくるとネジが外せて外せるんですけども、この2つを外すと、とても作業がやりやすくなります。ちょっとね、これ外すの大変なんですけども、まあ一層カバー回れということで、これをやるとね、余計な力が入らなくて済むので。そしてね、インテークマニホールドってね、外すためにね、いろんな部品外さなきゃいけないんですよね。なので、まあこう、後ろの席にね、ゆったり座りながら作業できるような環境を整えました。はい、これからインテークマニホールドを外していくんですけども、周辺にあるね、配線とか、あと、そうですね、コネクタ？あとね、オイルフィルターなんかもね、外す必要がありました。こういったものはなるべく外さずにいければ短縮になるんですけども、ハイエースの場合は、メンテナンスできるね、開口部が狭いので、いろんなものを外す必要があります。この辺は確保す、作業をする必要があります。で、固く締まっているものをね、パイプなんかで延長をかまして外すわけですね。で、いよいよね、インテークマニホールドを外して、どんな風になってるか見ていくわけですけども、ご覧のようにね、だいぶね、黒いものが堆積してます。これはね、何かというと、EGR のね、ガス、排ガス再循環のガスと、それからね、ブロウバイガスが混ざったようなものになります。ブロウバイガスにはオイルミストが含まれているので、こんな感じでね、結構ね、柔らかいんですよ、堆積ですが。なので、スプーンなんかでね、をほじくってやると、もう8割、9割取れます。で、まあ、残りの部分はね、灯油とかパーツクリーナーできれいにしてあげればいいんで、まずはね、このキッチンからちょっとスプーンを拝借してきて、取ってあげます。で、この堆積物なんですけども、測ってみたらね、100グラム以上ありました。大体110、120グラムぐらいありましたね。なので、かなりの量です。20万キロ走るとね、だいたい車ってこんな感じになるんですよ。ただね、これがね、塞がらない限りはね、特にね、普段走ってて気がつくことがないんですけども、徐々に徐々にパワーが落ちていくので、やっぱりね、10万キロ超えた車は、こういったね、メンテナンスをするのがいいんじゃないかなと思います。結構手も汚れるし、時間もかかるんですけども、多分ね、これに見合ったね、パワーの復活っていうのはあるんじゃないかなと思って期待してます。で、簡単そうに見えるんですけど、このね、マニホールドの中の清掃だけで、これでね、3時間か4時間ぐらいかかりました。で、組み上げていくわけですけども、まあ、外した順序と逆に組み上げていけばいいんですけど、まあ、せっかくだからね、パイプ類なんかもきれいにして、エンジンルームをできるだけね、ピカピカにしてあげると、愛着も湧くかなと思います。はい、それではね、インマにね、清掃前に撮った動画です。時速0キロから60キロまでの加速タイムを測ります。向かい風がね、若干あって5メートル毎秒ぐらいでした。なんとね、タイムがね、10.5秒でした。これは驚くべき遅さです。NA のね、軽自動車の、ね、箱番がね、ちょうどよう、こんなようなね、加速タイムだったような記憶があります。まあ、ハイエースの場合はね、ターボなんで、こっから先結構伸びてはいくんですけども、
それでもね、軽乗車並みというのはちょっと悲しいので、なんとかしたいところでした。はい、インマニ清掃後の動画です。同じような条件で加速タイムを測りました。向かい風が3メートルぐらいです。天気はね、快晴でした。インマニ清掃に、ね、2日間かかっていますので、結果が出てほしいところです。はい、タイムはね、7.3 秒でした。まだまだね、世間の車に比べると遅いんですけども、でもね、周りの状態に比べるとすごーく改善しました。これでね、ワゴン R のターボ並みに加速をするようになりました。最大ブーストがね、以前の 0.45 から 0.75 に上がったのが大きいですね。インマニがね、綺麗になったことによって、吸気がね、スムーズに行われて、結局、燃料噴射の量も増えたんだと思います。センサーによって検知してるんですけどね。空気が増えると噴射量が増えるような、そういう、ロジックになっているので、排気ガスの量が増えて、タービンの回転数が上がって、ブーストが上がったということが考えられます。まあこれはね、明らかにインマニのね、清掃効果があったと言えると思います。はい、まとめます。この車はね、20万キロを優に超えたハイエースです。で、ディーゼルなので、インテークマニホールドにはね、ちょっと考えると、空気だけ通るから汚れないんじゃないかというふうに皆さん考えると思うんですけども、ブローバイガスとね、EGR というね、排気ガスを再循環させたものの、今後、下ガスがね、通るんですよね。そうすると、やっぱりね、それが長い間蓄積していって、だんだんその通路を狭めていくと。そうすると気がつかないうちに徐々にパワーダウンをしていくということになるので、まあ、これはね、10万キロに1回ぐらいは掃除してあげた方がいいと思います。で、ディーゼルの場合は残念ながらね、ケミカルが使えないんですよね。ガソリン車の場合には燃料にね、ケミカルを混ぜて、燃料噴射ポートの周りをきれいにするということができるんですけど、ディーゼルの場合は、なんせね、空気だけしかここは通らないので、なんか混ぜ物をしてきれいにするということができないんです。なので、まあ、荒技としてはね、吸気ポートから、クリーナーを吸わせてやるということもできるんですけども、そうするとね、そのクリーナーが可燃性の場合には、ディーゼルノックを誘発してエンジンを壊す可能性があるので、私はね、あまりお勧めしません。やっぱり一番お勧めなのはこんな感じで地道に分解をして、で、余分なものをガリガリとね、スラッチみたいなものを取ってあげると。これが一番効果があるのかなと思います。はい、というわけで、たくさん走った車のね、状態をリフレッシュするという意味でね、インマニの掃除は、結構効果があるなということは、実証できたと思います。はい。次回はね、今度はね、噴射ノズルの周りをね、清掃して、またね、タイムが良くなるかどうか、ということを、やってみたり、それがもっと先にはね、噴射ノズルをオーバーホールしてみようかなと思います。噴射ノズルをオーバーホールすることによって、中にある汚れみたいなものも取れるので、よりね、燃料が細かく噴射されることによって、燃費も良くなるだろうし、パワーも上がるんじゃないかと期待しています。はい。最後までご視聴ありがとうございました。